ココラコライフリバイバル。大きくなったね。これで10日目までのスパルタ教育は終わりです。
もし砕いた生米とかをあげていた場合は10日目以降はなしにして、あとは普通に親と同じような餌を与えていけばいいです。もし鹿肉が余っていればあげた方がいいですし、ミミズをあげる余裕があるなら外に行っててあげた方が成長が早まります。